このお城がですね活用できるようになるということは、国内だけでなくて海外からも知ってもらえる大きな、きっかけになると思っていますので、我々はその、運営事業者としてですね、外と福山と文化をつなぐ、そんな役割を担ってまいりたいと考えております。やはり真の目的は歴史的に価値があるものを再認識して磨き上げて発信する、そして城がある町福山に住んでいるという愛着、そして福山城を誇りに思う、そういったことが一番大切なこととして事業を推進しました。